町柳から伸びてるってことだよね。そう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 、ちょっとやっぱね、ちょっと距離あるもんね、うんうん、若い頃みたいに、あの頃なんて20連勤やった後にそんなこととかやっとったよもんね。ようやっとったよな、うん、飯もよう食っとったし。やっぱ早いなこの時間やと、うん、1時間経たずに庄内川か。これ庄内川やな。そうです、うん、多分早い。あれこの地下の名誉はもうちょっと経ってくると余計怖いけどな。そうなんだよね、夜中はもうトラックが、ね、名古屋だけあの法律違うかな、道路交通法の。当時あのね、トヨタ系の会社入っとって、うん、あの勤めとって、うん、夜勤帰りに実家のね、はい、三重に帰るときに、はい、夜中走ったけど、よう走ったな。俺でもちょっと怖いもん、あの時間帯は。やっぱね、あの時あの昔はやっぱ今ほどね、煽り運転とかね、うん、割とそんな、うん、ニュースになるような時代じゃなかったから、うん、普通に煽られとったからね、うん、煽られるだろうね、うん、あの速度出せんからね、キッシーさん、はい、うん、今は違いますよ、今は違うけど、あの当時 の、 あの名古屋の道路交通法って最高速度として皆さん思っとるやつが最低速度やからね、うんうん、50キロ制限のところより50キロで走っとったらガッチガッチ詰められるもんね、うんうん、自分でもさすがに65は出すよ、うん、下手すね、本当100超えぐらいで平気でパンパン走ってくもんね、あの時間やと本当に、うん、まあね、名4は単純にトラックが多いしあれやったけど、あの案外怖いの東海道路の方やな、あの国一と名4の間のところ。あ、そうなんだ。あの六番町とかあの辺り、中川区の辺りをさすると抜けるときに使うんじゃん、うん、あの名古屋競馬場の、ね、うん、昔の、そう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 、前の東西の道だね、あの東西の道、あそこもよく使っとったんやけど、当時さ、うん、地下やったっけ、ご飯屋さんあったやん、名古屋競馬場近くに、ああ、あの安くてお腹いっぱい食べれる系の、そう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 、あの一宮にもあった、名前忘れたけど、ハンダやっちゃったっけ、ハンダ屋や、下じゃない、ハンダや、うん、うん、あそこのご飯大盛りはロマンあったもんな。本当にあそこのご飯はご飯で膨れたもんな。そうね、あと何も知らん人はラーメン大盛りがあれ裏メニューやったっけ。あ、そうなんだ。メニュー表に書いてあったっけ。一応書いてあるか、うん、うん、なぜかミニ小、ミニ小中並みやったっけ、あ、ミニ小並み中まであるんや、書いてあって、並盛り中盛りまであって、で一応大盛りもありますよっていう感じだけど、あれ並盛りで確か100円ぐらいやったよな当時、で中盛りになると110円とかっていう感じで、ね、大盛りだけ280円なんだけどな確か、うん、何や、大盛りだけ値段がバカ上がるけどってなるけど、それにあの見合いすぎたご飯の量やと思うな、あれは。前大盛りを初めて頼んだ時、まだ学生やったやん、まだ大学生やったんで、あの聞かれるのよな、あそこ大盛り、あのご飯大盛りって言うと、大盛り頼んだことあります、うちでと、うん、知ってます、うちの大盛りって聞かれんの、うん、大丈夫って、うん、って俺も当時からさ、もうそこそこ食べるからさ、別にメニュー証明でもご飯を大盛りする人やったからさ、うん、大盛りって言ったらさ、食べたことあります、え、初めてですよって言ったら、あの うちの大盛りってこれなんですかって出されたのが、あのラーメンの丼やったりな、うん、
そんなん見せられたらさ、もう絶対行くやん。うん、何それって、絶対もうそれで若いな。いや、今でも後輩やったら全然行ける。うん、やっぱライスの力って偉大よ、褒めて。うん、あんまり 白米って食べられる、その おかずがあれば。もう全然いける。うまいお米やったらおかずだしでも全然いけちゃうし。うちのラブライブにハマってた頃、はい、あの火曜ちゃんが好きな白米ってね、あの設定だったじゃん。あ、そうなんや。ラブライブ分かんないか。うん、妹はめちゃくちゃ詳しいけど、うん、俺は全然分からない。うん、あ、そういう子がおったんや。で、その時に白米めっちゃハマったけどね、うちは。で、白米めちゃくちゃ食べてた。おぉ、まあ、そんな時期がありました。うん、でも基本的にやっぱ白米よりかはチャーハンかな。あの、味付いてる方がいいね。なかった。じゃあちょっとお伺いしたいことがありまして、はいはい、天一行くって言っとったやん。うん、のこってりにつけるのはチャーハン派、それとも白米派？白米だね。白米だよね。それは白米だわ。あれ分かれるよね。うん、うん、あれだって店長と小一時間談義したことあるもん。うん、で、至った結論としては、うん、いや、夜中の2時ぐらいだから暇やったけど、うん、うん、で店長と話しとって、うちはうちの感覚だ、うん、こってりってもう完成されとるやん、こってりが、うん、はい、うん、でそれを中和させるじゃないけど、うん、ご飯で、あの、そのこってり、完成されたこってりを、うん、あの、補う、いわゆるカルボナーラのスープって呼んどったから俺、うんうん、あれはラーメンのスープじゃなくてカルボナーラのソースとか、うんうん、そういう感覚やから、うん、ソースをかけてご飯を食べるとか、そういうような、うんうんうん、そのこってりした口を口休みじゃないけど、うん、にするのに使うのがご飯であって、はい、そこで行くとチャーハンってもうそこが油をまとっとるから、うん、中和させる要素が薄くなっちゃうのよ、はい、うん、だからうちは白米やと思ってる。うん、あの、その通りやと思います。うん、絶対口の中リセットせん、うん、白米で。で、これが、いやいや、チャーハンですよっていう人は分かった。あ、おるんだ、そういう人も。いる、やっぱしいる。うん、で、そういう人たちは違うよ。うん、こってりが、まだステップなんよ。天一のこってりはステップであり、そこにさらにそのこってっとしたチャーハンを頼むことによって、究極の口の中のこってりングが生まれると。コッテリング、あ、コッテリングって俺が作った言葉やけど、はい、うん、あの、天下一品でコッテリラーメンを食べることをコッテリングって呼んでたから俺は、うん、で、つまりそのあそこの状態がマックスじゃないんで、うん、そこからさらにチャーハンを食べることによってコッテリのマックスが口の中に生まれる、これこそ究極の至高のコッテリであるっていう発想らしい。あ、だから好きなトッピングも違うのよ、うん、だからそういったチャーハンで行きたいっていう人はトッピング納豆とか好きに行けるね。 あれ、コッテリラーメンに納豆を入れるとめちゃくちゃコッテリ感増すね、重たくなんね。で、うちは重たなりすぎて、それはさすがにきついって言って、うん、だから白米を着たがる人はキムチのトッピングが合うね、うん、キムチって結局あの辛さとかが入ったり、あの白菜のシャキシャキ感があるから、うん、それでいわゆる中和作用が生まれるし、ご飯との相性もいいしって言って、だからうちは一番好きなトッピングはキムチなんよ、うんうん、だからそれは分かれるなと思った。あ、そうだね、どっちもありだね、うん、だからあんまチャーシュー麺かいん、うん、あそこに行くと、うん、し、逆にだからそのチャーハンに行くっていう人たちはあのこってりはバラ肉にしてほしいなってチャーシューを言ったりする、うん、はいはい、でもうちは多分あれこってりにバラ肉やと思う、コテコテすぎてきついやろなと思う。なるほどなと思ったな、そこは。
そういう風な感じで同じこってり好きでもこれだけ意見が分かれるっていうこの奥の深さに余計またこってりが大好きになってしまって、奥が深いと思う、こってりの道は深いなって